じわり修道院、前景じわり修道院は、グルジア正教会の修道院。単に、じわりとも言われる。6世紀の建築で、ジョージアの東部ムツヘタの近郊に位置する。修道院の名称を直訳すると、十字架の修道院、となる。これと同名のグルジア人による、修道院が、エルサレムにも存在する。伝記によれば、修道院は4世紀、グルジアへ、 キリスト教を伝道したと信じられている女性の伝道者、グルジアの足と見つけるシャニノが祈りのためこの地に滞在し、ムツヘタの高地にある丘へ十字架を建てたのが始まりであるという。この地に最初に規模の小さな教会が建てられたのは、西暦およそ545年で、ジワリ小教会と名付けられた。二番目となるより大きな教会で、ジワリ大教会と名付けられた教会は、 この近隣に586年から605年の間に建設された。この大教会は四つ葉型,型建築の典型であり、グルジアだけでなく南高架カサス地域全体で通俗的な建物であった。この教会はグルジア国内にある他の多くの教会のモデルとなった。一風変わった様々なリリーフ彫刻はファサードを装飾している。じわり修道院と その施設の重要性は何年にもわたって増し、多くの巡礼者を引きつけている。この大教会は、現在も主要な式典に使用されており、聖二のが建てたと言われる十字架の一部も見ることが可能である。何世紀にもわたって、じわり修道院の建造物は、侵食や不十分な管理によって損傷に悩まされており、現在最も危険にさらされている場所100カ所のうちの、 一つに乗っている。ありがとうございます。